山口町いう電車の停留所があるんです。神谷口町からね、今はあそこが三越のところだったなってると思うんですがね、あそこから電車に乗って南大橋を渡ってずっと吉島の方行き寄りましたですね。だから私事務所にいましてね、急に窓からパッと光が出たんですね。そうするか思ったらガタガタと崩れて、私は急いで机の下へ隠れたんですけどね。で壁なんかでもう前が見えんようになったりして、それで一応落ち着いてから外へ出ましたんですがね、事務所の外へ出たら工場がトタンでこしらえたような普通の建物どころではない粗末なもんでしてね、いっぺんにピタンコになっとったんです。で外におった人は腰の周りだけしか残ってね、全部は裸のような状態になって火傷なんですね。で髪をバサバサになりましてね、それで一番最初見たのが、いつもそういう時代なのにおしゃれの人がおられましてね、でその人が誰かわからなくなっとるんですね、行走が変わってね。そしたら会社の人が、水野君は夜まで生きとれんかもしれんってね言われましたですね。全身やけどなんです、顔から全部ね。どうしてやけどになったんですかねってね、まあ煮えた油を流したんだろうかいうようなことをね思いましたですよね。3時ごろに元気な人はね、一応家の方へ帰ってくださいって言って、もしそこも空襲を受けてもしなんなら会社へ帰ってこいって言われてね、で荷物まとめてそれぞれ帰るところへね、自宅へ帰るようにしたんですがね。さあ外へ出ても吉島、私らがおったところは火事は起こさなかったんですけど、みんな家が倒れとるんですね。で南大橋まで出るのに時間がかかったんです。こうなんか屋根の上歩いたような気もするし、だいたいあの辺は小さい家が多かったですからね、土分もありましたしね。でやっと橋まで出たんです。で橋は壊れてなかったですね。そこで倒れてる人はもうこのままこう倒れとってんですね。それで物音が全然しないんです。気持ちが悪いぐらいにね。そして時々に熱風でトタンのようなものが舞い上がったりねしまして、しばらく行ったら図書館があって、あそこの方に電車が丸焼けになってね、で真っ赤なように見えるんですね。中から男の人がこう吐いてて、火だるまのような感じの人が倒れとっちゃったですね。であそこ神谷町の交差点のところの広場にね、広島城の後の石垣があったんですね。そこに4日かかって3、40人おられたでしょうね。
水水言われるんですよ。でも会社におった時、水あげたらいけん、すぐ死ぬるんだ言ってね。向こうが11連隊でしたからね、あそこに私を呼び止めてね、ここに兵隊がおるからね、助けてくれって言うてください言うてね、救護班の人見たらね、必ず伝えますからねって2、3箇所言われて、でそこ京内門の方へ出ましてね、それから鉄砲町の方、女学院があったり、鉄砲町の方は立派な家が多かったんですね。で、そういう大きな家は畳1枚ぐらいの防火用水のね、あれがありましたからね。ひゅっと見たら女の人がそこに中で座って、じっと動いてないんですね。で、まあよう見たら亡くなっとってんですよね。さあ、向こうから男の人が来てね、あなたはタオル持ってないですかいって言われ、ありますよ言ってね、私はください言うてんかもって、あげますよ言って私が出したら、ポンプでね、水濡らしてね、あなた息が苦しそうだからね、これ口当てて行きなさい言ってね、気がついたらはあ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 言うんです、乾燥してね。じゃあ、まあありがとうございましたね、私は倉敷航空のね、あそこへ娘がね挺身隊で行っとるから、あそこ行こう思うって言われたから、まあ亡くなられた方もあるけど、生きとる人もたくさんおいでますから、はよ行ってみてあげてください」って別れたんです。「暮れから来ました」言ってね、男の方がね、子供さんた探しに来られて、そしてそこで別れて、それから私が自分のうちの障子に入ろう思ったら、50センチぐらいに熱い灰があってね、とてもここは歩かれんから思って、ちょっと遠回りして土手に出たんです、神谷の土手にね。そしたらまだ行って浅いからね、近所に馴染みがないんですよね。だけど、まあどなたか知っとられる人が、まあ私見とられたんでしょうね。お父さんやお母さんね、はよ出てね、逃げちゃったですよ、生きとってですよって言われたんですね。あ、そうですか。で、潮が引いておりましたからね、河原を降りてね、でその娘さんを抱いとってんですがね、タンスかなんか、とにかく柱の角でね、鼻をね、ここがスコンと、どういうんですか、ぺしゃくなっとったんですよね。こういうのになってもね、仕方がないんですよ言うてね、お母さんがそう言って抱いとっちゃったですがね、私がなんとなくその方見たらなす悲しなって泣いたりしたら、みんなね、我慢してるんですよ言うてね、言うてくださったです。